新大地方すべてのジムバッジを集めたピーマンに残された道はただ一つ、ポケモンリーグへ向かうことだけ。まあでもこっちから行くので確か合ってるはず。あ、なんかいましたね。これはミカンだ。上都地方のジムリーダーですよね。あ、それってジムバッジですね。すごいですね。なんか適当やね、さっきから。でしたらこれをどうぞ。唐突に技マシン99を手に入れた。え、なんで？何の脈絡もないけど、なぜあなたがここにいたのかも教えてもらってないんですけどね。上都地方の人間なのに。これ滝登りですよね。これがないと先に行けないので、まあ絶対に会う。まあ絶対会いますからね。途中で止められますから。今強制的に止められたんで。その技マシンの中身は滝登りです。ポケッチの滝登りを使えばポケモンリーグに行けるんです。うまく言えないけど頑張ってくださいね。いや、最後までなぜここにいたのか理由を教えてくれなかったね。もう一回話しかけるとわかるかな。なんでいんの？私強くなりたくてとても遠くまで来たんですけど、いろんなところでいろんな人がポケモンと一緒にいて、それがとても楽しそうで私まで嬉しくなるんです。あんたの感情がさっきからようわからへんね。まあでも優しい子っていうのは伝わってくるわ。なるほど、修行のためにここに来たってことね。いやでもここのジムリーダー弱いから何の修行にもならないけどね。あと性格悪いし。まあ思わぬ人物との出会いは置いておいて、ここからねポケモンリーグを目指すことになりますが、まあその途中に関してはカットさせていただきます。わざわざお届けするようなものではないのでね。まあレベルを稼ぎながら先に行きましょう。でこのビーダルの力を借りてね、野生の野生というかお前もはや俺のポケモンだろうっていうくらい力借りてますけどね。この先もよろしく。お前の力なくしてはいけないから、ポケモンリーグへ。大きな滝だ。滝登りを使いますか。先ほどねもらったばかりの技早速使っていきましょう。野生のビーダルまた助けてくれお前本当に頼りになったわ最後まで。いやこの先もね。何この BGM しっとりとした感じのやつまだ何にもストーリー終わってないんですけどね。むしろこれからポケモンリーグ目指すためにチャンピオンロードを抜けていかないとダメなんですけどね。なんか場違いな BGM やね。行きましょうチャンピオンロード。まあつっても3度目の冒険なんでね、極力省略していきますよ、この辺の部分もね。あとまあなんか出てくるポケモンがいたらね捕まえていこうかなと思います。今斧のポケモンを探してるんですけど、おめえじゃねー。あーめんどくせえなこれ。俺のポケモンは空手をやっていて強いぞ。だからなんやねん、それ知らんがな。別にやる必要ねえだろ、ポケモンが空手をよ。お前だけやっとったらええやんけ。空手王の雄大、使ってくるのは怪力。まあ当然だよね。ゴーリキーは腐るほど見たけど、怪力見るの何気初めてなんですよね。特に感動ないですけどね。ゴーリキーに腕2本追加されただけですから、あとちょっとごつくなっただけかな。感動なしっていう。すぐさま倒させてもらうわ。こんなポケモンね。スパーク。スピードもこっちの方が速いし。空手やってる割にはなんかスピード遅いね。堀口教授はめちゃくちゃ速いよ、空手やってたからさ。踏み込みとかね、一撃の強さもすごいんだけど、お前全然強ないな。なんか間違ったもんやってんじゃねえか。ビルドアップお前さらにムキムキになるつもりか。すでにムキムキならバカかお前よ。これ以上攻撃力高めてどないすんねん。次の一発が怖いけど。まあでもこっちの攻撃を当てつつ、蹴るのもちょっと厳しいねこれ。どうだろう、まあ、このまま行ってみよう。またビルドアップさらにムキムキ。やる競技間違えてますよ、これバトルなんでね。人に筋肉を見せつけるスポーツでは決してないので、こっちの方やればバトルしない方がお前強いよ。ほんで真昼だからね、しまいには。脳筋だからだよお前よ。知能があればこんなことにならなかったのね。てか一回ビルドアップされた時点で多分攻撃されたうちのポケモンきつかったのね。わっちょっと残ってローキック。うえーお前の作戦通りにことが進んだね。まあどの道次のポケモンで倒すだけなんですけど、できればやられたくはなかったな、レントラン。まあでも2匹いるってことはこういうことよね。これまでは1匹で進めてきたから、ゴーカザードがやられたら終わりだったけど、今は1匹やられても大丈夫。ただやっぱ四天王までそんな流れに行くの怖いからな。やっぱ3匹目のポケモン捕まえておきたいよね。2匹だけじゃ苦しいので。まあとりあえず無駄にムキムキになったムキンクスじゃねえ怪力を倒すことができたので、それはそれで OK かな。なんか意味深な長い橋やね。この後後ろから話しかけられそうな空気感があるので、ポケモンの体力を全開にしておきましょう。3度目の冒険ですから大抵流れはわかる。絶対来ますよねあいつがね。体力全開行きましょう。あ、え、何もなく、え、行けんの、行けんの、行かしてくれんの、行くよ、行っちゃった、え、終わった、あ、終わった、到着。あれあいつとのバトルないんかい。で滝登りで登って、はい、ポケモンリーグ、嘘偽りのないポケモンリーグですよね。こんなキャッスル感あったっけ。もうちょっとこじんまりしたようなものだと思ったんですけど、まあドット絵じゃ伝わらなかったね。入りましょうポケモンリーグの中へ。あれ何この演出。何今の意味深な間は。で結局、え、行けんの、行かしてくれんの、え、行っちゃってええんこれ、え、行くよ、
こんにちは、ポケモンセンターです。体力を回復してどうぞって感じ。何がでもないのであれば俺はこのまま行こうと思いますけどね。ただ何かあるのであれば今回はそこでっていう感じですけどね。一つ区切りをつけるためにもこのまま終わりたい俺もいるんすけどね。でも行っちゃうよ、行くよ、行くよ。あ、来た、やっぱ来た来た来た。そうだよな、お前との決着つけてないんだから。待て、ポケモンリーグ挑戦だろ。うん、どう考えてもそれしかないやん。俺もそのつもりでここまでやってきたぜ。にしても遅いわお前。出口あたりで普通話しかけてきて対決するんだよお前。バカかお前。空気読め空気を。さあどっちがふさわしいかポケモン勝負で決めるぞ。まあありがたいんですけどね、あの出口付近での戦いってなって、それまで技の PP とか使ってきて疲労感も半端なかったんで、このタイミングだとね、ポケモンセンターで回復してっていうこともできますし、まあありがたいはありがたいんですけどもね、ただ若干ちょっと違うやんっていう空気感もあるよね。なんで今この施設内でバトルせなあかんねんっていう。ポケモンリーグ荒らすなって怒られるぞいろんな人からね。まあでもこれがファイナルバトルには違いがないので、しっかりと勝利取りに行きましょうよ。まあ最初のバトルだったかな、あそこでは負けたんだよね。まあそういうのを経てここまで来ましたからね。おっと雨声、ちょっとガチのパーティーやね。このムフコークは、ムフォークに関しては多分イケニエだね。この後エンペルトあたり出してくるんでしょう、ポッチャマの最終進化。いや鬱陶しいねこれは。こっちもなんかそれなりに対策しておかないとダメですけど、対策も何も2匹しかいないからね。まあリンパイク鬱陶しい、ちょっとでもダメージを与えてってことね。お前鳥がかわいそうだろ、そんな生贄的な感じの使い方したらよ。なんか信頼関係とかぐちゃぐちゃになるね。まあいくらでもいる鳥なんで、別に他の捕まえればいいかってジン君は思ってるんじゃないですか、きっとね。雑な扱いやな、俺ならそんな扱いはしないよ。でも俺は捕まえれてないからね。おっとカビゴン、それを出してくる、持っとったんかいって。あーなるほどね、あのゴンベが進化したんだ、役立たずのゴンベがね。一回ダブルバトルで起用してきたんですけど、まあ何の役にも立たずクソみたいなポケモン使ってんなって当時は言いましたけど、ついに進化したんやね。ただ役立たずのゴンベが進化して、まあこのようにでっぷりしただけですからね。よりスピードも遅くなって何もできないでしょ、太っただけじゃねえかお前よ。まあでもね、ちょっとレベルは高いのでそこはあれですけどね。インファイト一発撃破だぜ。クソほど弱え。やっぱ役立たずはでかくなっても役立たず、皆さん覚えておいて。ちっちゃい頃役立たずやったやつは大きくなっても役立たず。なんかそれ自分にも突き刺さってるような気がするんで、まあこれ以上研究するのはやめましょう。2機目のポケモンも撃破成功。でも雨降ってる流れあるんだね。はい、来ましたね。この流れでエンペルト。御三家対決を実現させるのもいいが、いやいや、ここは待て。相性を考えたらレントラーを起用するのが正解でしょう。無茶なことはできへんからね。こっちは2匹しかおらん。相手は6匹持ってるんだからね。ちゃんとやっぱ戦略を立てて考えて相性とかね、起用していかないと負けちゃうからさ。ここまで来て負けるの嫌だよ。まあ、すぐね、ポケモンセンターから復活してまたバトルすればいいだけなんですけどね。でも負けるつもりはない。うわ、レベルも高えな。ちょっと待てよ。これまずは電磁波からスタートしてみよう。甘える。甘える？オスのでけえペンギンに甘えられたけど、全然可愛くないんだよな。リアルなペンギンやったらめっちゃ可愛い光景やけどね。大きくなっても。ただお前みたいななんかごっついなんか可愛さゼロのポケモンに甘えられてもこっちは何の影響もないよ。なんでこっちの攻撃力がガクッと下がったのか。意味わかんないね。まあこれ充電で、充電は電気タイプの技を威力上げるんでね、次に出す技をね。まあスパークの技の威力自体が低いので、これ一発で倒すことはちょいと厳しいでしょうけど。うわ、ラスタカノ、死ぬなよ死ぬなよ死ぬなよ。あ、オッケー、なんてことない効果今一つなんだからね。さあ次の技で倒せるか。雨は上がった。結局雨降ってる間は水タイプの技一切してこなかったか。バカだろお前、なんでムフコーク使ったんだよ。じゃあアマゴンよ。あー、一発で倒せないか。やっぱレベル差があるからね。また甘えてきやがった。全然可愛かねえって、情けねえわ、むしろその姿がね。もう一回のスパークで倒せるかな。こいつ乗り越えたらあと楽だよ。豪華さでいける。あー、いかんな、これちょっと特防がかなり高い感じ。草むすびってなんだ。あー、やばい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 。ちょっと待てよ、一回体力回復させた方がいいな。ほんでその後やっぱ充電してスパークで一気に倒しきるのがベストだと思うんだけど、ちょっと厳しい状況かな。まあ、豪華ザル出したら、あとインファイトしたら簡単倒せるんで、それはそれでいいんですけど、ちょっとレントラーでやりたいんだよな、個人的には。潮水と、潮吹いてんじゃねえ、バカタレがよ、お前。全然可愛かねえ、言うとんのやろ。どうやろうかな、同じことも繰り返しになりそうなんで、これもうちょっと思い切って充電しますわ。で、次技来ないことを祈ってね。まひれよ、いい加減。体ビリビリってなれや、お前。よっしゃ、体が痺れて動けない。ナイス、これを待っていたんだよ。じゃあ、この流れのスパークで絶対倒せますね。回復もないので。
はい、お前の切り札倒したった後の3匹は多分虫草、あとなんかようわからんやつだったと思う。俺の記憶が正しければね。チェンジしてなければね。チェンジしてないでしょ。お前使ってたポケモンを切り捨てるってのは良くない行為ですからね。ギャロップ、ギャロップ、あーでもポニータ持っとったな、こいつね。うん、まあだからなんだと言うんでしょうかね。簡単に倒しちゃいましょう、この辺も。まあちょっと相性は別に良くないんですけども、レベル差でご利用していく感じで。あとはね、もう基本的にはインファイト、インファイト、インファイト、3回インファイトすれば倒せるんで。まあでもやりすぎてもちょっとこっちの防御力下げてね、相手にちょっと一発で倒されるってこともないんですよね。やっぱ何しようが一発で倒せるんで。殴る殴る、はい、一発撃破だぜ。ちょろいな、もう負け認めろよ。どう考えても無理な状況だろ、積んでるだろ、わかんねえのか。ここまで来てわからへんのか、その状況、空気感がよ。ここまで来るようなやつって普通わかりますよ。あ、これはどうしても勝てんなと、一回やめよう、降参しようと、また出直そうと。お前は何も分かってないんだな。ほんでここでロズレイド出す順番も間違えてるしよ。全然可愛いかもねえしよ。お前のなんか見た目に合わんポケモンだろ、それ光が使うポケモンだよ。お前盗んでやんなよ。お前が使うから光使えねえじゃねえか、それ。てか光とポケモンバトルってそういやしてねえな。一切してなかったような気がするけどね。いつかすることになるんだろうと思ってたんだけど、一回もなかったね。まあそんな話は良しとしましょうや。あと一匹ヘラクロスだろ、どうせ。はい、来た。やっぱ変わってなかったね。そらそうですよ。俺が悲しい気持ちになるわ、なんかね、前使ってたやつを変えられてたらね。やっぱライバルは最後までやっぱ使うポケモンっていうのが一緒であってほしいんでね。まあ、ただの虫カブトですけどね、こんなものは。火炎放射というか、もうただ踏みつけたらなんかね、いっぱい汁が出るんで、もうそれでいいような気がするんですけど、まあ、燃やし尽くして撃破だぜ。ファイナルバトルは余裕で勝利することができました。まあでもこれもあれも全部レントラーを捕まえたおかげですけどね。やっぱ2匹目のポケモンなくしたこのジュンとのバトル制せなかったんで、捕まえてよかったですよ。あと3匹目のポケモンも欲しいんですけど、やっぱ捕まえれなかったんで、この2匹だけで四天王ポケモンリーグに挑戦することになりますね。お前に負けるようじゃポケモンリーグはまだ早いってか、いや一応挑戦だけしてみろよ。お前案外いけるかもしれへんぞ、2人揃ってよ。チキショー、もっと強くなってポケモンリーグ勝ち抜いてやる。切り替え早いな。なんたって俺は最強のポケモントレーナーチャンピオンになるからな。負けたやつが言うセリフか。ピーマン、俺に負けるまで誰にも負けんじゃねえぞ。ってことは俺がチャンピオンになれってことですよね。そしてチャンピオンになった俺にいつかリベンジしてやる、そういうことですよね。いつかがいつ来るのかわからへんけどね。まあ、これでジュンとのバトルは終了して、あ、よかった、怒られなかったね。結構ド派手いろんな技使ったんで、いろんな人も怒られんのかなと思った。そういうわけではないらしい。